えまだ好きなもの我慢してんのケーキやラーメン、本当は食べたいけど、ダイエット中やし我慢。 我慢しすぎて、昨日お菓子爆食してしまったいや、そらするよ。だって我慢してるもん。お菓子も別に食べたって太らへんって。ラーメンもケーキも太るって思ってへんその思い込みが実は一番太る。だって、そんなんやったら今頃細い人見えなラーメンもお菓子もケーキも食べてへんやんか。まず、ラーメンとかケーキとか一般的に太りそうって思われる食べ物。別に1日2日ちょっと食べたくらい全然太らへん。別にいつ食べても大丈夫やから、 一旦この太るっていう思い込み、ちょっと捨てましょう。ラーメンが太りやすいって言われているのは、野菜やタンパク質が少なくて塩分が高いし、つるって食べられちゃうから、早食いになっちゃって満足感があんまり得られへんからなんです。なので、これを解消するために、野菜をトッピング多めにしたりとか、チャーシューや煮卵でタンパク質追加してもらうとか、なるべく咀嚼回数を増やしてあげて、肋骨繊維で血糖値の急上昇を防ぐこと。これが痩せる麺類の食べ方です。お菓子も基本的 的には好きなものを食べてもらったら OK です。食べる時間帯はだいたい2時から4時の間がベスト。その理由は B01 っていう時計遺伝子が関係しています。この B01 は脂肪を溜め込む作用があって、その分泌が一番多いのがた体22時から2時の間。 ヒマルの分泌が一番低いのはだいたい起きてから7～8時間後なのでだいたい2時から4時ぐらいっていうわけなんです。ほんまに食べたいときは食べたい方を選んで体の声を聞いてあげるっていうことが一番大事です。好きなものは食べても太らへん。